サンマルタン・デュバ・ルワ、フランス、プロバンス・アルプ・コート・ダ・ジュール地域圏、アルプ・マリティーム圏のコミューン。コミューンは、19世紀半ばに、堤防の実現によってバール側から獲得した土地に、広がっている。かつてのテロワールであるラ・ロケット・サンマルタンの丘の上に、広がり、面積は559ヘクタールである。コミューンは、県道6202号線の近くに位置する。 この県道は、ニースから2 6トル離れた深い渓谷を通ってさらに北へ、数キロの鉱山地帯に向かう。バール川に加えて、エステロン川がコミューンを横切る。コミューンは、ユバックとレカストロンの谷で構成される。コミューンは、1867年に隣接するコミューンのラロケットサンマルタンから分離して誕生した。サンマルタンとは、カロリング町時代に創設された。 ニースのサンポンス修道院が所有していたビラの名前である。1793年9月に発生したジレットの戦いは、対フランス同盟国軍に対する革命軍の後退を押しとどめた象徴的なものである。ピエモンテ及びニース軍を指揮していたビンス元帥は、デュゴミエ将軍が十分な守りを固めた、要塞化されたジレット村を攻略することができなかった。 数回の戦いで数百人が命を落とした。このエピソードをガカローンが描き、ベルサイユのバタイユギャラリーに展示された。サンマルタンはこれらの戦いでフランス側の広報基地の役割を果たした。サンマルタンの人々はディゴミエ側の兵士たちがバール川を通過するのを容易にした。教会のファザードに埋め込まれている大砲の弾は彼らの支援を認めた。 フランスの将軍によって提供されたと伝えられている。1944年8月の戦いは、ルバンに対するドイツの反撃の一環だった。8月19日から8月24日の間に、数人のレジスタンス戦闘員が殺害された。2015年時点のコミューンの人口は2882人で、2010年時点の人口と比較して11.88%増であった。 参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに、住所登録をする者の,の重複分を除いたもの。それ以降は、当該コミューンの人口統計によるもの。1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降 i NSEE。ありがとうございます。